トミカの働く車たちだよ。3台のトミカを開封していくよ。まずはこれ、ハトバス、ハトバスナンバー42だよ。よいしょ、開けるとこんな感じで入っていて、ハトバス中の座席もきちんと入ってるのがわかるかな。そしてここが運転席、運転席にはハンドルと、そして座るところがちゃんとあるんだね。それから車輪、車輪はこんな感じでちゃんとついていて、コロコロ転がして遊ぶことができるんだよ。上にはハトバスって書いてあるんだね。こっちが H でこっちが B っていう風になってるし、ここにもハトバスって書いてある。結構いろんなところにハトバスって書いてあるんだね。よし、次はどれにしようかな。これはコンクリートのミキサー車、日産ディーゼル。そして開けていくとどんな感じに入ってるのかな。よいしょ、よし、ここから取れたかな。よいしょ、よし。ここにこの車の絵が描かれてるんだね。よいしょ、取り出すとこんな感じ。ここにコンクリートを入れてくるくるって回して、そして固まらないようにしているんだよね。そしてここからコンクリートを流し出して、そして固めていくんだよね。よし、こんな感じの外観。中にはきちんと座席とかも入ってるのがわかるかな。よし、じゃあ最後はこれ。これは何かな。なんかコベルコラフテレーンクレーン、クレーン車だね、クレーン車。よし、開けていってみよう。どんな感じで入ってるかな。よいしょ、よし、ここから取れるかな。あ、取れてきた。よいしょ、よし、こんな感じで描かれているね。そして取り出すとこんな感じ。とってもかっこいいね。なんかね、ここがこうやって伸びて、そして上にもこうやって動くんだね。これね、結構いろんなところが動くよ、このクレーン車。そして下から見るとこんな感じで、運転席がここにあるんだよね。ここで運転するよ。このドアは開くのかな、開かないかな。そしてくるくるっと回って後ろ向きでこんな操作をしたりすることもできるんだね。よし、こんな3台を開封したよ。それじゃあコロコロ転がしてみようかな。こうやって走らせて遊ばせることができるんだよ、クレーン車も。結構勢いよく回るんだよね。よいしょ、そしてバスもこんな感じでぶつかったりして遊ぶことができるんだね。トミカの働く車たち、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。